はい、こんにちは。2018年8月5日、午後0時45分を、過ぎました。今ね、日向のひょっとこ夏祭りを終えて、まあ家の方にね、戻る途中で、宮崎県、川南町というね、ところに来ております。このね、川南町で結構ね、有名なのが有馬乳業というね、牛乳を作る会社が、出しているトロントロン牛乳というのがあります。トロントロンというのは、川南町の、地名なんですけれど、このトロントロン牛乳がね、濃厚で美味しいということで、まあここにね来ると、そのトロントロン牛乳飲むんですけれど、なんとも早い時間で、トロントロン牛乳は売り切れでした。こう盛況があるんですけど、聞いてみたら、トロントロン牛乳の、入荷量が少ないということと、やはりマニアがね、いらっしゃって、味を知ってるんで、もう朝早く来て、買って帰るということで、同じね有馬乳業さんの作っている、こういった、ヨーグルトがありました。ですんでね、このヨーグルトをね買ってみました。はい、ちょっとね牛乳もね買いたいので、ちょっと、有馬乳業さんのお店の方に、向かってみたいと思います。これもね結構美味しいです。今日は日曜日なので、有馬乳業さん、お店あ開いてませんね。あ、今日閉まってました。残念です。本当ね、トロントロン牛乳は美味しいので、どっかお店がないかな。ちょっとトロントロン牛乳を、探しに、行ってみたいと思います。はい、川南町内にある、このスーパーに来ました。小さいパックの、トロントロン牛乳はもう品切れだったんですけど、こちらこれ 500ml の、トロントロン牛乳を、見つけました。まだありましたね。これ名前トロントロン牛乳って書いてますよね。まあトロントロンってさっき言ったように、この町の地名なんですけれど、宮崎県川南町有馬乳業と書いてます。この牛乳がね、非常に今美味しい、濃厚で美味しいです。はい、まあ、これ家に帰ってね、ゆっくり味わいたいと思います。有馬乳業さんの、牛乳とか、あと飲むヨーグルトとかね、乳製品はインターネット通販でも売ってますんで、ぜひね、探して、買ってみてください。はい、今日はね宮崎県川南町にあります有馬乳業さんのトロントロン牛乳、濃厚でね、美味しい牛乳をご紹介しました。はい、家に帰ってね、この牛乳味わいたいと思います。